皆さんこんにちは、パクセルンです。本日の日付は2022年5月の22日、ここは JR 山手線田端駅です。この田端から途中ね、東京を経由して品川までの区間というのは、ここは京浜東北線とそれから山手線の副線区間となっています。この田端からこの山手線の東側半分ですね、上野、秋葉原、東京、新橋などを経由して品川までの区間というのは、ここは山手線と京浜東北線の線路、副線、まあ合計で線路が4本敷かれている区間となっているんですが、実は昨日21日から本日22日にかけては、この田端品川間に敷かれている4本の線路のうち1本が使われていない状況になっています。これ一体どういうことかと言いますと、まあ首都圏でもね、かなり大々的に宣伝されていたので皆さんもご存知の方が結構多いと思いますが、この日はちょうどね、浜松町駅の京浜東北線南港横浜方面の電車が発着するホームでホームの拡幅工事が行われていた関係で、京浜東北線の南港列車、横浜とか大船、桜木町方面に向かう電車は、田端から田町までの間で JR 山手線の線路を曲がりする形で実は運行されていたんですね。今ちょうど山手線の電車が1本行きましたけれども、それの奥側にちょうど京浜東北線の電車が止まっています。あれは多分磯子行きなのかな。京浜東北線の電車が停車しております。そしてその後ろからまた別の山手線がやってまいりました。この先ね、京浜東北線の線路とそれから山手線の線路はそれぞれね、外回り電車とそれから南港電車が1本ずつ用意されてるんですけども、しかし京浜東北線の南港の電車が走る線路が使われておりません。使うことができませんので、この田端から田町までの間は山手線の線路を京浜東北線の電車が曲がりする形で運転されているんですね。まあ、要するに京浜東北線の電車が山手線の電車の走っている線路を使って運行されているということになるわけです。これはね、すごく珍しい機会ですよ。例えばなんか京浜東北線で人身事故が発生したら、その人身事故が発生している区間だけ山手線の線路を使って迂回運転みたいなことは、まあ緊急事態が発生した際にはやるんですけども、しかし今回のようにちゃんとあらかじめね、じゃあこの日は山手線の線路を使って京浜東北線の電車を走らせようということで、実際にそれが行われた例というのは史上ほとんど類を見ていません。そのため今回はこの京浜東北線がね、山手線の線路を使って運行しております、その様子をご覧に入れたいと思います。あとついでにその浜松町駅の工事の様子も簡単にではありますがご紹介したいと思います。よろしくお願いします。さあ今ちょうどね、発車メロディーが鳴っていますけれども、今から3番線側に停車中の山手線の電車が出発します。この時間帯はね、山手線とそれから京浜東北線が基本的には交互に運転されています。まあ山手線が2本連続できたり、逆に京浜東北線が2本連続できたりということもあるんですが、基本的にはね、山手線が行ったすぐ後を追いかけるようにして京浜東北線が走り、さらにその後をすぐ追いかけるようにしてまた別の山手線が走るという感じになっています。今京浜東北線の列車番号 9847B っていうのが一瞬見えたと思いますが、あの線の位が9になっている、もしくは8になっているっていうのは、基本的にはこれ臨時列車扱いなんですよね。あの臨時の特急列車とか乗ると、あの列車番号が 9816A とかなんかそういう列番になっていることが結構あるんですけど、この 9847B というのは、これは京浜東北線が山手線の線路を曲がりして走っている関係で、本日限りで見ることができた、まあ、特別な列車番号ということになるわけです。通常であればね、田端を出発して次の停車駅は、西日暮里、そこまで一気に加速して走っていくわけなんですが、しかし今日は山手線の線路の上に山手線の電車はもちろんのこと、京浜東北線の電車も走っておりますので、結構ね、加速は遅め。 8825G とこの山手線の電車にも列車番号が書いてありましたが、あれもあれでかなり珍しい、この山手線とそれから京浜東北線の電車が同じ線路の上を走っている、この日にしか見ることができないちょっと珍しい列車番号の表示ということができるでしょうね。さあ、そして今ね、京浜東北線じゃないわ、山手線の電車が行ったすぐ後ろから一本後の山手線の電車がやってきましたけれども、こちらも列車番号の線の位は8となっておりますので、これもね、臨時列車であるということがわかります。そして山手線の電車の到着を待たずに、もう悪空間接続という言葉がぴったりだと思いますけども、山手線一本前の山手線の少し後にやってきたこの京浜東北線の大船行きの電車が出発していきます。さあ、こっからですよね、問題はね。この京浜東北線の電車は当然ながら、この先本来であれば京浜東北線の線路、つまり副々線の一番左側のね、線路をこれから走っていくことになるわけなんですが、しかし本日はその一番左側の線路が使用不能となっておりますので、こっから先ね、山手線と京浜東北線をつなぐこの両渡りのクロスポイントがありますので、そこを使ってこのように山手線の線路へと転線していくわけです。ただすぐ前のところ、今多分西日暮里の駅に停車しているところなんじゃないかな。一本前の先行している山手線の電車がすぐ目の前にいますので、もうね、めちゃくちゃ加速が遅いわけですよね。こんな感じ、もう止まりそうなスピードになっております。てかこれ止まるんじゃないの。いや止まりますよね。はい、止まってしまいました。まあ別に問題はありません。
まあ、この後すぐに動き出すでしょうからね。こんな感じで、通常の山手線、京浜東北線と比べて、まあ、やっぱりね、どうしても列車本数がそれぞれ少しずつ減らされているとは言っても、まあ、しかし、京浜東北線の電車も山手線の電車も、同じ線路の上を走っている関係でかなり列車間隔が詰まっていますので、このように、駅の、まあ、ギリギリホームからできているかそれぐらいのところでね、止まってしまうという、これはやっぱり仕方がないことなのかもしれません。9847B。やっぱりこのね、列車番号の電車っていうのは、これは簡単には見ることができない、非常に珍しい列車番号となっています。まあ、そこで、京浜東北線の線路から山手線の線路に移り変わって、そしてこっから先、田町駅の手前まで、あの電車はずっと山手線の線路を走っていくことになるわけです。そして今度、一本前の各駅停車、大船駅にタッチの差で逃げられてしまった山手線の電車が、またね、今度、SL でもびっくりのこの加速の遅さで、田端の駅を後にしていきます。そして、その山手線の後ろから、今度また、大船駅の京浜東北線の電車が到着。こちらもこちらで、また先ほどと同じように、本日限定1日限りの臨時列車ですから、列車番号は 9845B。 これもまた、こういったね、工事の際にしか見ることができない貴重な列車番号ということができるでしょうね。この田端まではね、普通に京浜東北線の線路を走ってくるからいいんですよ。ただやっぱりこっからなんですよね、問題はね。さあ、扉を閉めまして田端駅を出発。この先ね、田端から田町までの間は、外側に京浜東北線の線路が2本、内側に山手線の線路が2本、合計4本の複数線を形成して、そして田町、そして最終的には品川までね、まあ田町から品川までの間っていうのは、京浜東北線と山手線それぞれで複数線を形成して複数線という感じになるんですが、こっから先田端までの間は、山手線が内側2本、京浜東北線が外側2本という形で走っていき、それぞれの列車がそれぞれで、ね、4本ある別々の線路を走っていきますので、お互いに気遣って走る必要というのはないんですが、まあ、しかし本日はね、皆さんもご存知の通り、この京浜東北線南港電車が走るはずの線路が使えなくなっておりますので、代わりにすぐ隣を走っております山手線外回りの線路を借りているという状態なわけです。それからこれびっくりしたんですけど、これ液晶ディスプレイのね、これもしっかりこれ左側の扉が開くようにプログラミングされてるんですよ。田端から田町までの間っていうのは、京浜東北線は右側のドアしか開かないし、山手線は左側のドアしか開かないんですが、それがしっかりここで反映されているっていうのはすごくびっくりしましたね。そして列車は西日暮里、日暮里の順番に停車し、次の停車駅がうぐいす谷です。ちょうど奥にね、これは宇都宮線から来た快速ラビットなのか、それとも高崎線から来た快速アーバンなのか分かりませんが、まあ、上野止まりの快速列車と並行中。このうぐいす谷駅は奥の京浜東北線のホームはホームドアがないんですが、しかし手前側この山手線のホームにはホームドアが設置されています。本来であれば京浜東北線の電車はこの奥側の線路を使いますので、うぐいす谷駅でね、ホームドアと一緒にこの京浜東北線の電車が画面に映るということはありえないんですが、しかし本日はね、まあ、当たり前ですけど、京浜東北線の電車が山手線の線路を借りて走っておりますので、ウグイス谷駅でこんな感じでね、ホームドアとそれから京浜東北線の E233 系のコラボレーションを見ることができています。そしてウグイス谷の次の電車駅が山手線を代表する主要な駅、上野。新幹線は地下にありますし、それから東北、常磐、さらには北陸方面など、昔は各方面にいろいろな夜行列車、長距離特急列車などが発着していました。そして今ちょうどね、3番線4番線のあの駅名の看板みたいなのがありましたけども、路線看板っていうのかな、ラインカラー黄緑色の山手線と、それからラインカラー水色の京浜東北線、本来であれば水色の4番線側に着くはずの列車が3番線側に停車している。これは本当にね、違和感の塊ですよね。じゃあ今回はとりあえずこの上野駅で一旦下車しまして、そして上野駅でのこの様子をしばらく見てみたいと思います。この山手線のホームドアっていうのは2パターンありまして、新しいタイプと古いタイプと2つあるんですが、この上野駅では古いタイプのホームドアが使われています。この古いタイプのホームドアに使われているこのホームドアの上の方のね、黄緑色の2つ入ったライン、この2本のライン、これとね、京浜東北線のこの水色のラインがちょっとなんかミスマッチしていて、個人的にはすごく面白いなと思います。それから発車表でもね、しっかり山手線外回りと言っておきながら、まあ、ちょっと隠れちゃってますけど、山手線とそれから京浜東北線が共存しているっていうのが、これがやっぱりまた面白いですよね。もう一回出るかな、ほら、山手線、京浜東北線、東京品川方面行きの電車と、それから桜木町行きの電車が同じ段で表示されているっていうのが、これがすごい面白いと思います。京浜東北線大船方面は浜松町駅工事のため、これホーム広げるための工事で線路とか移設しなきゃいけないから、だから線路使えなくなってるんですけど、田端田町駅間で山手線の線路を使用して終日運転
しますということで、今までもね、京浜東北線の電車が一部運休とか山手線一部運休みたいなことがあったんですけど、でもね、1日以上24時間以上ずっと運休しているっていうのは、これはね結構珍しいと思います。以前渋谷駅の線路切り替え工事の際にも山手線が丸2日ほど運休しましたが、確か丸2日だったと思うんですけどね。多分ね、山手線とか京浜東北線とかこういった首都圏を代表する超重要な路線がそんなに長期間運休したのは、運休じゃないですけどね、運転経路の変更など、まあ大々的な変更を行ったのは多分それ以来なんじゃないかと思います。山手線東京品川方面と書いてあって、まあ別にね、これはいつも通りもう何の変哲もない普通の山手線の光景なわけですよ。別に何もおかしいところはありません。普通に山手線の E23 号系が山手線が普段使っている3番線に入っているわけなんですけど、これですよね。これ山手線外回り秋葉原東京浜松町品川方面と言っておきながら、しかしこの2段ある橋表には両方とも京浜東北線の文字が踊っています。桜木町行きと大船行きの京浜東北線が並んでいて、もう完全に山手線のアイデンティティというものが失われています。さあまた山手線の線路を走って京浜東北線の電車がやってきました。やっぱりなんかすごい違和感ですよね。このホームドア、山手線のものは黄緑色のラインが入っていて、京浜東北線のものには水色のラインが入っています。あと中央総武各駅停車とかでね、ホームドア設置されてますけど、あれもねちゃんとラインカラーの黄色いラインが入ってるんですが、やっぱりこのね、ホームドアに入っているラインカラーとそれから車両のラインカラーが合っていないっていうのが、これがやっぱり非日常感があって面白いと言えば面白いんですけど、ただやっぱりなんかすごい違和感ありますよね。これがやっぱり東京にね慣れている人だったら、ああ山手線の線路を使って京浜東北線が走ってるのねで済むと思うんですけど、これが例えばなんか地方の九州とか北海道とかその辺から出てきた人がこれね初見で見させられたら一体どうなっているのかという風に多分頭混乱して、もしかしたら倒れる人も出るんじゃないかと思います。それぐらい今回のこの山手線の線路を使って京浜東北線を走らせるっていうのは、これはなかなかすごいことですよね。もう今までね、なんか渋谷駅の線路を切り替えとかなんかいろいろね、そういった工事で京浜東北線やら東海道線やら湘南新宿ラインやら山手線が一部運休しますよとかそういうことありましたけども、でもねここまでちょっとね、分かりにくいようなこういう走り方をすることは今までほとんどなかったので、なんか湘南新宿ラインが大崎止まりになったりですとか、それから山手線の外回りが一日中死んでいたりとか、まあ、そういうことありましたけど、でもね他の路線の線路を使ってそれで走らせるっていうのはこれはねすごい珍しいことだと思います。ちなみになんでか分かりませんけど、こんな感じで現在時刻3時32分ということで車内の時計がバグっておりました。おそらくなんですが、これは京浜東北線の電車がね普段は通らないこの山手線の線路を使って運行されているためで、多分それでその車両の時計がまあぶっ壊れちゃったんでしょうね。まあぶっ壊れたって言って、まあ故障じゃないですけど、故障じゃないですが、まあバグかなんかを起こしてしまって、それで3時32分なんていうありえないものが終夜運転ぐらいでしか見ることができないような時間をまあ表示してしまってるんじゃないかなと思うんですよね。ちなみにこれじゃあ時刻はともかくとして、まあ時間はともかくとして時刻、この分の方は合っているのかと言いますと、分もね全く合っていませんでした。全然32分なんかじゃないんですよこの時。さあ日本の鉄道の中心駅であります東京駅も出発。ここから先もまた引き続きね山手線の線路を走っていくんですが、車内放送がちょっと面白いものに変えられていました。この電車は京浜東北線各駅停車大船行きです。次は有楽町、お出口は左側です。先ほども言いましたが、京浜東北線が山手線の線路をサンドイッチする形で複々線を形成している、この田端から田町までの区間っていうのは、京浜東北線は絶対に右側の扉しか開かないし、逆に山手線は絶対に左側の扉しか開きません。だから、次は有楽町、お出口は左側ですという放送は、これは本来であれば山手線の車内で流れるはずの放送なんですが、それとね、京浜東北線大船行きですと、いう放送がね一緒に流れるっていうのが、これがまたねこういう面白い列車が走っている時のまあ特徴なのかなと思います。反対側の電車、これは普通の山手線ですから何の変哲もない普通の山手線なんですけどね、何の不思議もないんですけど、やっぱりこの京浜東北線で有楽町お出口は左側とか言ってんのはすごい面白いなと思います。列車は現在新橋駅に停車中、工事関係者と思われる黄色い服を着た方々がホームにたくさんいましたけど、これですよね。見た目なんとなくトラックに見えますが、実際これトラックでして線路の上を走ることができます。切り車と呼ばれていて、これでね、道路とそれから線路の上両方を走ることができるっていうちょっと特殊な車両となっているんですね。そのため通常の道路を走るときに必要なゴムタイヤの他に、鉄道の線路上を走るときに必要になる鉄の車輪も持っています。それでね、タイヤモードとそれから車輪モードを切り替えることによって、ある時は普通に道路の上を走り、またある時は鉄道の、線路の上を走ることができるということで、なかなかね
こういった鉄道会社にとっては必要不可欠な車両の一つとなっています。列車はまもなく浜松町に到着しますが、ちょうどね、その工事関係者の方々が使う用の照明がピカーッとこうやって線路を照らしまくっているわけですが、今僕が乗ってる電車のすぐ左側の線路、これがですね、元々の京浜東北線の南港横浜方面の線路だったんですが、それがさらに東海道本線より、まあつまり画面でいうところの左側に移されまして、そして今ちょうどね、この浜松町駅に到着するところで、元々ね、その京浜東北線の、まあつまり21日の、まあ、夕方から夜8時、9時ぐらいまで、電車が走っていたところに新しく上からホームを覆いかぶせて、そしてさらにその左側、東海道本線、それから東海道新幹線の側に近くなるように新しく線路を移設し、そしてホームが広くなるようにということでやっているわけです。列車は浜松町の駅に到着。名物のしょんべん小僧はちょうど甲冑を着て、そして鯉のぼりを持ってましたね。工事中、山手線、京浜東北線後方のエレベーター、階段をご利用ください。ご迷惑をおかけいたします。うんぬん。こちらには3番線、4番線に降りるエスカレーターがありますが、これね、ちょっと分かりにくいんですけど、両方これ、上りエスカレーターとなっていて、こっから下、ホームに降りることは、これ一応今できなくなってるんですね。さあ、そして階段を降りてきて、ホームにやってきましたが、これ3番線の側はね、まあ普通に山手線の電車が来てますけど、この4番線側では、現在絶賛ホーム拡幅工事が行われています。ちょっとね、作業員さん一人一人の顔を写すって方は、まあできるだけしないようにしてるんですけども、今これ展示ブロックを貼り付けている最中なんでしょうかね。こんな感じで、白いハンマーみたいなやつで、なんかすごい原始的な方法で、これ展示ブロックつけるんだなって思ったんですけど、これはおそらくこの展示ブロック一つ一つの正方形のパーツの裏側に、なんか接着剤というか、なんか両面テープみたいなのが貼ってあって、それとホームの接着を良くするために、ああやって白い、なんか、金槌みたいなやつで叩いてたんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと僕もね、工事に従事してるわけじゃないので、そのあたりちょっと確証持てないんですけど、多分そういうことなんじゃないかなと思います。そして浜松町の駅でもこのように山手線外回りの発車表に京浜東北線の文字が映し出され、そしてこの山手線のホームに京浜東北線の電車が入ってくるという珍現象を見ることができます。やっぱりこれ見慣れないんだよな。これがね、例えばなんか1週間とか1ヶ月ぐらいずっと毎日のように繰り広げられていたら、そのうちのなんか2週間、3週間ぐらいすればちょっと見慣れてくるのかもしれませんけど、でもやっぱりこれが1日限りで、なおかつ山手線の線路を京浜東北線の電車が走るなんて、いつぶりですかね。なんか試運転とかそういうのだったらたまにやってるらしいんですけど、でもこういった普通の営業用の、ね、列車としてこのように京浜東北線の電車が山手線の線路を走るというのは、これは数年ぶりのはずですから、これはやっぱり貴重な光景ですし、まあ僕ら関東の人間にとってもすごく新鮮な風景に映っていると思います。さあ、列車は浜松町の駅を出発しまして、次の停車駅が田町駅に到着する手前で、山手線の線路から京浜東北線の線路に復帰し、日頃から京浜東北線が使っている4番線に着きます。まもなく田町です。この列車は田町駅手前で、山手線から京浜東北線の線路へ戻ります。大変短い間にございましたが、山手線内走行、ありましたでしょうか。また、山手線、恵比寿、外面ごりのお客様は、もう終わりまして、向かい側に参ります。いよいよ山手線をご利用ください。まさかこんなことを言うと思ってなかったんですけどね。京浜東北線の電車が山手線の線路を走る光景、お楽しみいただけましたでしょうか。ということで、まあ、ちょっとね、もう完全に夜暗くなっておりますので、外の景色を楽しむことはあまりできませんでしたが、でもね、京浜東北線の電車が山手線の線路の上を走っているっていう非常に珍しい光景を、今回は皆さんとこの映像を通して共有できたんじゃないかと思います。以前ね、去年の10月だったかな、山手線の渋谷駅線路切り替え工事に伴って3日後まで電車が来ないってなった時に、新宿駅とかでね、その3日後まで来ない山手線をずっと待っている人がかなり出たということで、ちょっと JR 東日本もさすがに今回それをもう一回やってはまずいと感じたのか、今回のこの浜松町駅ホーム切り替え工事に伴う京浜東北線南港電車の運転経路変更に関しては、これはね、前々からかなり大々的にもう宣伝されておりまして、いろんなところでもなんかネットニュースとかでもね、すごい出てましたし、 Twitter とかでもかなり話題になっていたので、今回のこの浜松町駅のホーム切り替え工事に関しては、去年の10月の渋谷駅線路切り替え工事の時と比べると、待てともやってこない電車を待ち続けている人は、まあ、前回よりかはかなり減ったのかなという印象でしたね。というわけで、今回は京浜東北線浜松町駅ホーム切り替え工事に伴って、京浜東北線南港電車が山手線の線路を使うとどうなるのかについて見てまいりました。あと多分もう 1,2 回ぐらいはこういう景色をね、数年以内に見ることになると思いますので、そしたらね、また皆さんもぜひ興味と、それから時間があったら、そういう光景を見に行ってみてはいかがでしょうか。それでは今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。